ジョセフ・ニューガーデンが自身2度目のタイトルを獲得した。サイモン・パジェノが2位となった。2019年の NTT インディカーシリーズは、インディカーシリーズの24年目のシーズンとなる。第103回インディアナポリス500マイルレースは、シリーズ6戦目として5月26日に開催され、サイモン・パジェノが優勝した。ジョセフ・ニューガーデンが 自身2度目のドライバーズタイトルを、ホンダは2年連続でマニファクチャラーズタイトルを獲得した。ルーキー・オブ・ザ・イヤーは、フェリックス・ローゼンク・ビストが獲得した。以下のチームと、ドライバーが2019年シーズンを戦う。全チームがシャシーは、ダラーラー IR18、タイヤはファイアストーンを使用する。R ・ール,ルーキー2018年9月19日、ジョージ・マイケル・スタイン・ブレナー4世が、 オーナーのスタインブレナーレーシングがハーディングレーシングと協力し、ハーディング・スタインブレナーレーシングという名称で2大体制で参戦すると発表した。2月11日、チームの2台目のエンジンリースはインディアナポリス500専用であることが明らかになった。メイヤーシャンクレーシングは2018年に6レースのスケジュールを実行した後、ドライバーのジャック・ハーベイと共に、 シーズンで10レースに参戦を拡大した。2018年10月17日、エドカー・ペンター・レーシングとスクーデリア・コルサは、エド・ジョーンズを起用しすべてのロードコース、ストリートコース及び、インディ500に参戦することを発表した。2018年11月10日、マクラーレン・レーシングが、フェルナンド・アロンソを起用して2019年のインディ500で、 インディカーシリーズに復帰することが発表された。2018年11月26日、マクラーレンのエンジンはシボレーによって供給されることが明らかになった。2018年12月6日、ハーリング・スタイン・ブレナーレーシングは、シボレーエンジンでの2シーズンの後、2019年シーズン以降ホンダエンジンに切り替えることを発表した。2018年12月17日、 ドラゴンスピードは2019年にインディ500を含む5戦でインディカーにデビューすることを発表した。エンジンはシボレーを搭載し、ベン・ハンリーを起用する。ハンリーはチームと共にインディカーにデビューした。ドレイヤーレインボールドレーシングは2019年2月28日に4年目となるドライバーの政治カラムを継続起用し、再びインディ500に参戦することを発表した。 4月22日、チームは JR ヒルデブランドが2年連続でチームに復帰し、インディ500に参戦することを発表した。今回は、ダンガーニーを叩いてシャバンは48となる。2018年のインディライツチャンピオンのパットリシを、オワードとニー・ノコルトン・ハータは、ハーディング・レーシングから2018年シーズンの最終戦その間に出場した後、ハーィング・スタイン・ブレナー・レーシングから、 フル参戦することが発表された。しかし2月11日、チームはオワードのフル参戦プログラムをサポートできなくなったため、オワードは HSR と分かれた。オワードは後にカーリンに移り、31番車で13戦に出場することが発表された。この中には、チャーリー・キンボールが23番車で出場するインディ5 0に3号車として出場するのも含まれる。 2018年9月28日、チップガナッシュレーシングは2019年シーズンのドライバーとしてフェリックス・ローゼン・クビストと契約したことを発表した。彼はエド・ジョーンズに代わって10番車をドライブする。2018年10月17日、エド・カーペンター・レーシングはジョーダン・キングに代わってエド・ジョーンズがロードコース及びストリートコースで20番車をドライブすることを発表した。 ジョーンズはまた63番車でインディ500に参戦、エド・カーペンターが20番車でオーバルコースに参戦することも発表した。2018年10月30日、シュミット・ピーターソン・モータースポーツは、第一ドライバーのマーカス・エリクソンが2019年シーズンにチームに加わり、事故で出場不能となったロバート・ウィケンズと交代することを発表したが、エリクソンは、 ウィケンズの6番車ではなく7番車をドライブする。ウィケンズの6番車は彼が望んでいて復帰できるときに備えて空席のままである。2018年11月14日、レイホールレターマンラニガンレーシングはジョーダン・キングがインディ500に出場するためチームに参加すると発表した。2019年1月30日、アンドレッティ・オートスポーツはコナーデイリーが インディ500に出場するためチームに加わることを発表した。2019年8月8日、アンドレッティ・オートスポーツはデイリーがラグナセカでのシーズン最終戦に出場するためチームに復帰すると発表した。2019年5月31日、トレバー・カーリンはパトリシオ・オワードがアイオワ戦とゲートウェイ戦に出場しないことを明らかにしたが、 カーリンの2号車はこれらの2つのイベントに出場する。6月下旬、レッドブルはスーパーフォーミュラのチーム無限で、オワードがダニエル・ティックトゥムに代わって出場すると発表した。この別シリーズへの転向とインディでのクラッシュ後のよく知られた予算制限により、オワードのインディカーシリーズにおけるルーキーシーズンはわずか8レースで幕を閉じた。月日にカーリンはカラムが トロント線で31番車をドライブすると発表し、それはアイオワ線まで延長された。7月23日、カーリンは RC、エナーソンがミッド・オハイオ線で31番車をドライブすると発表した。チャーリー・キンボールはゲートウェイとポートランドの終盤2線で31番車をドライブし、彼の3線は予定の5線から7線に拡大した。2019年6月4日、 カーリンは、マックス・チルトンが、テキサス、アイオワ、ポコノ、ゲートウェイでのシーズン終盤の4つのオーバルイベントに、出場しないことを発表した。同日、テキサス戦での59番車のドライバーとして、コナー・デイリーが発表され、59番車は引き続き、フルシーズン出場する。8月12日、デイリーが、ポコノとゲートウェイで59番車の最後の2つの、 オーバルレースに出場することが発表された。2019年8月29日、スパでの F1 レースでマーカス・エリクソンがアルファ・ロメオからリザーブドライバーに招集されたことが発表された。コナー・デイリーは同時にエリクソンの公認としてポートランド戦に出場することが発表された。王将・トーバル、スーパースピードウェイ・アール・ロードコース、市街地サーキット。ありがとうございます。